ブルーバッテリーカオス。バッテリーの交換方法についてご説明します。近年の車は時計や車のオート設定のようにメモリー機能のある電子機器が装備されており、交換時にメモリーがリセットされてしまうことがあります。特にアイドリングストップシステム搭載車やハイブリッド車の場合、車両コンピュータのメモリーがリセットされると一時的に走行性能に不具合が生じる場合があります。これらの不具合は走行することで車両の自動学習機能が働き、ほとんどの場合は回復しますが、不具合が続くときには販売店までお問い合わせください。またハイブリッド車は高電圧の回路や部品を多く使用しています。接触してしまうと大変危険なため、バッテリー交換は販売店での交換をお勧めします。交換前に準備するものと取り扱いの注意についてご説明します。まずは準備物です。交換前に準備するものは、保護メガネ、ゴム手袋、10ミリスパナ、軍手や養生テープなどの絶縁できるものです。また端子の締め付けにあたっては、車種ごとに正式なトルク値が規定されています。トルク管理が行えるトルクレンチのご使用も併せてお勧めします。取り扱いに関するご注意です。バッテリーは希硫酸を使用しているため、素手では触らないでください。またバッテリー内部には水素ガスが滞留していますので、火器を絶対に近づけないでください。プラス端子とマイナス端子の端子同士をスパナなどの金属で接触させないでください。ショートし引火破損の原因となります。静電気による引火破損の危険性もありますので、バッテリーを取り扱う前に静電気除去シートなどを使い静電気を逃がしてください。作業を始める前にはパワースイッチをオフ、またはキーを抜き、車の電源を必ず切ってください。ハザードランプやヘッドライト、車内灯も必ず消灯してください。交換の手順についてご説明します。はじめにバッテリーが搭載されている場所を確認します。一般的にエンジンルーム内のエンジン付近に設置されています。搭載位置は車両によって異なりますので、取扱い説明書をご確認ください。バッテリーの取り外し手順についてご説明します。バッテリーは端子部分がターミナルに取り付けられており、プラス端子は太く、マイナス端子は細く設計されています。はじめに、10ミリスパナを使ってマイナス端子を取り外します。次にプラス端子を取り外します。プラス端子を取り外しているとき、工具がマイナス端子に絶対に触れないようにしてください。接触するとスパークが発生したりショートする恐れがあります。取り外した後はプラスターミナルに軍手をかぶせるか養生テープを貼り、必ず絶縁してください。絶縁しないままターミナル同士が接触するとスパークが発生したりショートする恐れがあります。次にバッテリーを固定しているナットを緩め、バッテリー取り付け金具を取り外します。古いバッテリーをなるべく垂直に持ち上げ、液漏れに注意して取り外します。バッテリーを取り外した際にターミナルが汚れている場合は、
ワイヤーブラシ、サンドペーパーなどで掃除することをお勧めします。以上で取り外し完了です。バッテリーの取り付け手順についてご説明します。交換用バッテリーのプラス端子とマイナス端子の向きに注意しながらトレイに設置します。この際バッテリーを傾けると液漏れする恐れがあります。バッテリー取り付け金具を取り付け、バッテリーを固定します。バッテリーの取り付けは必ずプラス端子から取り付けてください。バッテリー端子の取り付けが緩い場合は走行中に外れる恐れがあり大変危険です。緩むことのないよう締め付けてください。ボルトを締め付けすぎると端子が破損する恐れがあります。締め付け後左右に端子金具を動かし、動かない程度が適切な締め付け具合です。最後にマイナス端子を取り付けます。バッテリー本体が車両にしっかりと固定されているか、各部に緩みやぐらつきがないか確認します。エンジンルーム内に工具などが残っていないかを確認します。以上で作業終了となります。必ずマイナス、プラス、プラス、マイナスの順番を守って交換してください。バッテリーの廃棄についてご注意です。取り外した古いバッテリーは一般のゴミとして廃棄することはできません。バッテリーを購入された販売店にお問い合わせください。快適なカーライフを実現するために、定期的なバッテリー点検を行ってください。パナソニック。